こんにちは日本語クラスです。今日は j l p t n 2語彙の問題を紹介します。問題を3つしましょう。では、えー、問題1です。レベル1です。どうぞ。明日のパーティーには。 元社長も出席すすするでで元元社社長長は前の社長という意味です。前の社長、これが現社長といって今の社長の意味です。現社長と言います。今の社長。そして今の社長の1つ前の社長が前社長です。前社長と書いて前社長と読みます。 そして、その前の人、1、2、3の人、みんな、元社長です。元社長です。ですから、他の言い方です。元彼氏、前の彼氏です。元彼女、元首相と使います。では、問題2です。レベル1です。どうぞ。 答えは不必要なものは捨てましょうです。三、不必要。不必要は必要じゃないの意味です。不と何か言葉、漢字が多いです。漢字の時はこれじゃないの意味です。これをしないの意味になります。他の例です。不親切。 親切じゃない。不健康。健康じゃない。不注意。注意をしないの意味です。他に、む、この漢字もありますね。この漢字、むの時は、む、ぶ、どちらもあります。読み方です。むと何かは、これは、これがここにない、ありませんの意味です。ありません。ですから、 無意味は意味がない、ないですの意味。無関係、関係がない。無音、音がないです。音はサウンドです。サウンド。そして、火、これも面白いです。これは鳥、鳥の羽を見て、昔の人がこの漢字を作りました。羽というのは、この 鳥が飛ぶとき、この右と左で反対の方を見ていますね。これね。だから、反対ですので、これの反対という意味を持ちます。えー、例えば、何か正しい方はこちら。でも、正しくない方はこちら。右と左で反対見ています。という意味です。だから、これを守らないという意味もあります。 例です。非常識。これは常識がありますが、こっち。で、反対が常識がないです。だから、意味が非常識を守らないの意味です。非現実。これも現実あります。そして現実の反対もあります。非現実。非公式。これ非公式です。読み方非公式は公式の反対の意味です。 こうなっています2つある面白いですね。じゃあ次、問題3です。レベル2です。頑張ってください。バナナは袋に包んで冷蔵庫に入れておくと長持ちする。長持ちする。です。長持ち。 これ長持ちするは長く使えるという意味です。野菜が長持ちすると言ったら、本当は例えば、じゃあこの野菜はキャベツでもいいです。キャベツは例えば1週間しか食べられないです。でも何かをすると2週間食べられます。例えば冷蔵庫に入れておくと2週間長く食べられます。そういう意味です。長持ちしますって言います。 ですからこの問題。バナナは袋に包んで。これです。バナナ。これ本当のバナナ。バナナは袋に包んで入れて、ラップします。包みます。ラップで冷蔵庫に入れます。入れると長持ちします。これを何もしないでテーブルの上に置いておくと1週間しか食べられませんが、これをしたら、 冷蔵庫に入れたら2週間食べられますそれが長持ちしますの意味です、はい、大切に使えば何でも長持ちしますそうですね物もそうです服も何でもそうですはい。では今日はありがとうございましたまた勉強しましょうねさようなら